こんにちは。今回は誰でも可愛くなれるベーシックな基本中の基本のブラウンメイクです。キュートなパッケージの韓国コスメ、こっくりとしたカバー力のあるコンシーラーを目の下のクマ、小鼻の横、口角の影に少しずつのっけていきます。このひと手間で顔のリフトアップ効果が大です。カバー力が高いけれどもやや固めのテクスチャーなので、しっかりと指で伸ばしてあげることもポイントです。メイクが苦手な人にも手軽に美肌を作れるクッションファンデーション。クッション特有のみずみずしさとカバー力が陶器のようなセミマット肌に。だいたい2プッシュで顔半分ぐらいが目安。毛穴を持ち上げるようにパフを使うと綺麗な仕上がりにさらになります。眉薄さんや眉毛を描くのが苦手な人にとってもおすすめしたいアイテム。柔らかいブラシとノリのいいパウダーを使って簡単に眉毛を作れるのでおすすめです。柔らかなブラシで逆毛を立てながら眉毛より広めにアウトラインを作ります。このひと手間で眉毛のボリュームがアップします。細かな部分や薄い部分、眉尻を硬いブラシで徐々にプラスしていきます。最後にアウトラインの余計な部分を綿棒でオフして眉毛の出来上がりです。ステイロなしのブラウンのパレット、しっとりと綺麗に色づくパウダーがマットとツヤモノの両方入っているのでおすすめです。今回は基本のブラウンのグラデーションの作り方なので、手持ちのアイシャドウでも試してみてください。まずはアイラインを引く前に軽く目元に陰影をつけておきます。このひと手間が印象的な目元作りのポイントです。ベーシックだけどどこか変化球を入れたいと思ってパープルのジェルライナーにしました。黒よりも涼しげで優しい目元になります。上手に垂れ目ラインを作るには、まずは目を開けて好みの目尻のラインを決めて描きます。目尻から目頭までまつげとまつげを埋めていくように、徐々にアイラインを描いてから付属のスポンジで自然になじませます。ここから仕上げのアイシャドウ作りをします。ブレンドブラシでアイラインの上からアイホール全体にアイシャドウを塗っていきます。フレームは指でぼかしてなじませます。下まぶたは目尻から黒目の中央まで締めアイシャドウとして同じ色を塗っていきます。しっかりとツヤを出したいので、ラメツヤシャドウを指で中央に置いてなじませてください。ウォータープルーフタイプのマスカラ、カールが落ちやすい人にはおすすめです。しっかりとビューラーをしてダマにならないようにきれいにつけるのがポイントです。パールとオイル配合のクリームチーク、クリアなツヤ感と透明感をアップ。頬の三角地帯の中央に指で丸く輪郭に合わせながら塗るとより立体感がアップします。発色がいいマットタイプのレンガ色のリップ、今回はアイメイクをしっかりしているのでリップはぼかし気味に。指先につけてぼかして塗ってから、スティックで唇の高いところを少し濃くして立体感をプラスしていきます。パールのハイライトスティック、細めのスティックがピンポイントで艶を出したいところにオンできるのが嬉しいです。今回は鼻筋、唇の山、目頭に。
最後に指でダマにならないようになじませるのがポイントです。Take it easy, homie. I know what I'm doing, man. Shut the fuck up.